ハイパーチャムはカナダに拠点を置くハイパーアーキューブ社によって開発されている統合分子モデリング分子シミュレーション計算科学プログラムである。ハイパーーキューブ社は創設者のニール・エス・アーストランドによって1985年に設立された。当時、アーストランドはカナダ・オントリオにあるウォータル大学コンピュータサイエンス学部。 コンピューターアーキテクチャ研究所所長を兼任していたが、その後、ハイパーキューブ社 CEO として、本格的に、ハイパーチャムの開発に乗り出した。インテル社と協力し、初の商用コード並列コンピュータ、インテルイプスックハイパーキューブコンピュータの開発に関わっており、ハイパーキューブ社の名前の由来となっている。インテル社とハイパーキューブ社はその後も、 商用イプスクコンピュータを用いた分子モデリングソフトウェア開発で協力関係を続け、特にハイパーチャムリリース1はトランスピュータの並列処理、サブシステムからなるケンピューターと呼ばれる分子、モデリングインストルメント上で動作するように開発された。現在のハイパーチャムの GUI を搭載した分子モデリング、分子シミュレーション機能の原型となるハイパーチャムリリース4。 4.5は1994年頃の製品であり、マイクロソフト社の Windows95 の登場を待って、ハイパーチャムリリース5が開発された。ハイパーチャムリリース5は、Windows アーキテクチャと極めて親和性が高く、インストーラーを除けば、現在の Windows 10でも問題なく動作するほどで、ある。ハイパーチャムリリース5では、画面に平面構造を描画するだけで、 自動的に水素原子を付加し、対称性を考慮して三次元化される、当時としては、画期的な GUI が採用されただけでなく、当時開発されていた分子力学計算のほぼすべての力場、拡張ヒュッケル法、各種の反経験的分子動法や様々な規定関数を用いたハートリー・フォック法などの量子、化学計算、分子動力学計算、モンテカルロ法、QM、 mm 計算、各種極小化アルゴリズムを、網羅的に搭載し、有電率を様々に変更しながら分子モデリング、分子シミュレーション、計算科学が実施でき、核酸、タンパク質、糖質、ポリマービルダーを搭載し、q ューサー、コンフォメーション探索、NMR 科学シフト予測など、現在の最新ハイパーチャムの限定となるほぼ全ての、機能を搭載していた。さらに、 ハイパーチャムの内部コマンドを C、フォートランなどの言語を使って独自に拡張プログラムを開発できる開発者キットが用意されておりリリース録では富士通ポーランドなど多くのサードパーティーがハイパーチャム機能を応用したインターフェースも開発された日本国内では分子機能研究所創設者の辻一徳が本デベロッパーズキットを駆使して 国産初のホモロジーモデリング機能を搭載する生体高分子システムモデリングソフト生体高分子モデリングでガウシアンの機能を高度に駆使できるインターフェースや誘導適合効果まで取り扱えるドッキングバーチャルスクリーニングソフトを開発している1997年にハイパーキューブ社は米国フロリダに拠点を移し計算に使用できるメモリー容量を格段に上げ 接動法や密度反関数法を搭載した、ハイパーチャムリリース7、各種計算科学を最新バージョンに対応させ、オパングル機能を搭載した、リリース7.5、そして現在のリリース8を発表している。ハイパーチャムリリース8の開発では、辻一徳とアーストランドが協力して、製品版を完成させている。ありがとうございます。